ウエストどうもモゼイムです。マリサだぜ。今回の動画ですが、スカイリムのアクション性を高めるために使用しているモッド、MCO フレームワークの導入方法について詳しく解説します。今日はモッド解説動画か。以前出したスカイリムをエルデンリング化する方法という動画で、さらっとモッド導入方法を解説したのですが、公式サイトは英語オンリーで敷居を高く感じる人が多そうなので、今回は手順を追って解説します。前の動画は広く浅くって感じだったから、導入方法でつまずく人も多かったかもしれないな。MCO を導入するとオープニングのようなかっこいいアクションが使えるようになるので、興味のある方はぜひこの動画を参考に導入してみてください。それでは本編スタート。ではまずは MCO ツールをダウンロードできる公式サイトへ移動しましょう。ADXP スカイリムギルドで検索すると一番上にそのサイトが出てきます。サイトを開いたら ADXP MCO と書かれたページに飛びます。ここには MCO がどういうものなのかがつらつら書かれてます。興味なかったら読む必要はないぜ。ページをスクロールダウンすると一番下に MCO のダウンロードリンクがあります。クリックしてダウンロードしましょう。ダウンロードしたらモッド管理ツールを立ち上げます。以前の動画でも紹介したがモッド導入には MO2 かボーテックスがいるぜ。ちなみにウプ主は MO2 を使ってます。ダウンロードしたファイルは MO2 にそのままドラッグします。ファイル名は ADXP ベータとなっています。普通のモッドと同じように右クリックして、インストールボタンを押します。使用しているのは SE なので AE ではなく SE にチェックを入れます。AE はアニバーサリーエディション、SE はスペシャルエディションの略だぜ。一番下はチェックを入れても入れなくてもいいです。これで MCO のインストール自体は終わりですが、MCO の導入には他に前提モッドの導入が必要になるので、次はそちらを見ていきましょう。スカイリムギルドのサイトに戻ると、リクワイアメンツの下に色々書いてるのが見えると思いますが、これらが MCO 導入に必要な前提モッドとなります。一番上のネメシスというやつをクリックしてみましょう。するとネクサスのモッドダウンロードページに飛びます。普通のモッドと同じようにモッド管理ツールを通してネメシスをダウンロードします。ちなみにネメシスというモッドはアニメーション拡張ツールです。同じアニメーション拡張ツールである FNIS とは併用できないので注意してください。FNIS を使用してる人はアンインストールする必要があるぜ。ネメシスのリクワイアメンツに書いてある C プラランタイムも PC に入ってない人は入れてください。続いて二つ目のシスモッド。DAR もインストールします。これもクリックするとネクサスのページに飛びます。DAR はアニメーションを管理するツールになります。このモッドによりいろんなアニメーションを簡単に管理できるようになるのですが、ユーザーも使い方を覚えておいた方がいいので、後で DAR の使い方を解説します。とりあえず今はインストールだけしてください。それでは3つ目の必須モッドもインストールしましょう。AMR もアニメーション拡張ツールです。正直これはあんまり何やってるかわかってないのですが、基本 MCO フレームワークと併用して使用するもののようです。ユーザーが設定をいじったりするものでもないので、とりあえず脳死でインストールしとけば OK です。とにかく必須モッドは絶対インストールってことだな。では4つ目の必須モッドもインストールしましょう。このペイロードインタプリターというモッドは SKSE プラグインになります。こちらも特にユーザーが何かするわけではないので、脳死インストールで OK です。SKSE プラグイン系は特に何やってるか気にしなくても基本問題ないぜ。さあ皆さんお疲れだとは思いますが最後の必須モッドを入れましょう。最後は書いてる3個のうちどれか1つを入れればいいのですが、今回は一番王道なワンクリックパワーアタックを導入します。このモッドは文字通りワンクリックで強攻撃を出せるようになるモッドです。バニラスカイリムでは強攻撃を出すのに攻撃ボタン長押しが必要でしたが、こちらを導入すると軽攻撃ボタンと強攻撃ボタンが分離されます。MCO では軽攻撃と強攻撃でコンボを繰り出すことが前提となっているので、このモッドが必須となっています。しかしここで一点、マウスキーボードでプレイする人は問題ないのですが、コントローラーを使う人は設定が必要になります。コントローラーでプレイしてる人はボタン配置の拡張設定が必要になるので、リクワイアメンツにあるモダンサードパーソンコントローラーコントロールズをインストールします。こちらのモッドはコントローラーのキー配置を大幅に変更するモッドです。キー配置のルールを見るとこんな感じでバニラと全く異なることがわかります。コントローラーで遊びたい人はこのモッドか。他のコントローラーキー拡張モッドをインストールする必要があります。ちなみにウプ主はゲームパッドプラスプラスというモッドを使ってるぜ。コントローラー拡張モッド、およびワンクリックパワーアタックをインストールしたら、ワンクリックパワーアタックの設定ファイルを少しいじります。エクスプローラーでモッドがインストールされている場所に行き、中のフォルダの奥の階層にある拡張シーンと書かれたファイルを開きます。中身を見るとこんな感じで何やら英語と数字が書かれてます。コントローラーを使用する人はこのデフォルト設定を変更する必要があるので、ちょっとこの意味を理解していきましょう。ワンクリックパワーアタックの詳細ページに戻ります。
ここにインプットスクリプトというリンクがあるのでクリックします。すると何やらウィキペディアのようなサイトに飛びます。下の方にスクロールダウンすると、サポーテッドゲームパッドボタンズと書かれてます。一番右の列にはコントローラーのボタン名が書かれていて、この真ん中の列の266や267という数字とボタンが対応してることを表してます。一番左の 0X から始まる16進数は特に気にしなくて大丈夫です。ワンクリックパワーアタックのボタン設定はこの表を元に行います。例えば X ボタンで強攻撃したい場合、278という数字をさっきの設定ファイルに割り当てます。X ボタンを強攻撃にする設定はこんな感じになります。とりあえずキーコードとフォーセレクトキーに278を設定すれば良さげです。正直私も完全に理解してないですがこれで動いてるので多分問題ないです。コントローラー使用してる人はこの設定をコピれば大丈夫なはず。一応これで MCO を使用するための前提モッド導入は終わりです。ふう、疲れたぜ。皆さんもお疲れだと思いますが、まだこの段階では MCO フレームワークを導入しただけなので、次は実際に MCO アニメーションをインストールしていきましょう。もう一頑張りだな。ちゅうわけでモッドデータベースページに移動します。MCO アニメーションは有料のものが多いですが、無料で公開してくださっている方もいらっしゃいます。今回はネクサスに公開されてある、ノーディックソードアニメーションというものを入れてみます。ネクサスのページに飛んだら普通のモッドと同じようにファイルズタブからインストールします。2つファイルがありますが上はノルドとオークのみ適用のようです。今回は下のすべての種族適用のものを入れます。ダウンロードしたら普通にインストールすれば OK です。あ、言うの忘れてましたがこれまで紹介していた MCO 前提モッドもインストールしておいてくださいね。インストールしたらこれで MCO アニメーション導入は完了です。アニメーション導入はインストールするだけでいいんだな。そうなんですが。まだ何かあるのか。新規でアニメーションを導入した方はこれで大丈夫です。ですが後に他の方的にアニメーションを導入したくなるかもしれませんよね。その時は上書きしたらいいんじゃないか。それも一つの手なんですが、前提モッドでインストールした DAR を使用すれば、条件に応じたアニメーションの実行が可能になるのです。ほうほう。というわけで少し DAR についても解説したいと思います。新規で MCO 導入した方は飛ばしても大丈夫ですが、知っていて損はないので頑張ってついてきてください。もうちょっとだし頑張ろう。というわけで今導入したノードソードアニメーションをエクスプローラーで開きます。メッシュズフォルダの奥の階層に移動していきます。カスタムコンディションズというフォルダの中に番号が書かれたフォルダがあり、その中にはテキストファイルやアニメーションファイルが格納されています。ユーザーが使用するのはコンディションズと書かれたテキストファイルです。ちょっと中を覗いてみましょう。すると何やら英語が書かれてますね。この英語にはもちろん意味があって、この英語がアニメーションを管理する条件式になっています。一番上の is actor base なんとかはプレイヤーという意味で、下の is equip drive type カッコ1は右手に持ってるのが片手剣という意味になります。つまりプレイヤーが右手に片手剣を持っている場合このアニメーションが適用されるということです。今回はここにもう一つ条件を加え、アルトリウスの片手剣のミニアニメーションを適用させるようにします。特定の武器にアニメーションを適用させたい場合、その武器の ID を調べる必要があります。ID は SSE Edit というツールを使用して調べることが可能です。こちらもネクサスからダウンロードできます。SSE Edit を起動するとインストールしているモッド等がずらっと並ぶのですが、アルトリウスの片手剣はソウルスボーンセミドコレクションというモッドで、本体は DDDS というファイル名なのでフィルターに DDDS を入力します。すると検索結果が表示されます。表示されたらクリックします。すると色々出てきますが、一番下の DDDS と書かれた左、プラスボタンを押します。さらに色々出てきますが次はウェポンのプラスボタンを押します。ここにアルトリウスグレートソード 1H という表示が見えますね。この一番左にある FE82A というのが武器の ID になります。一番上位に桁の FE というのはロードオーダーなので気にしなくていいです。000082A というのが ID 本体になります。これを覚えたらさっきのコンディションズファイルに戻りましょう。ではここに条件式を追加します。復習すると今はプレイヤーでかつ右手に片手剣を持っているという条件でしたよね。ちなみにアンドはかつという意味です。ここに条件式を追加してプレイヤーかつ右手に片手剣かつ右手にアルトリウスの片手剣という設定にします。is equip drive という英語。これはプログラミング用語で関数というものなのですが、これの括弧の中、引数と呼ばれる部分にモッドのファイル名プラス拡張子、パイプライン右に先ほど調べた ID を入力します。さっきロードオーダーといったところは AX になります。これで保存すれば設定は完了です。ちなみに関数は is equip drive 以外にもたくさんあるので、関数を知りたい方は DAR の詳細を確認してください。ただ使い方としてはこんな感じで使います。最後に DAR についてもう一つ重要なことを解説します。今この PC 環境ではノーディックソードアニメーションとは別に、アンカーアニメーションという片手剣アニメーションモッドを導入しています。
先ほどコンディションファイルを変更して、アルトリウスの片手剣のみノービップソードアニメーションを適用させるようにしましたが、今のままだとアンカーアニメーションが優先されてしまい、さっきの設定は反映されません。その原因が今画面に映っているフォルダ名の数字です。PAR では数字が大きいものが優先される仕様になっています。今アンカーアニメーションの片手剣アニメーションフォルダの数字は9万点。ノービックアニメーション側は4万100なので、アンカーアニメーションに上書きされてしまうのです。なのでノービックソードアニメーションの優先順位を上げる必要があります。やり方は簡単で、ノービックソードアニメーションの数字を9万点より大きくするだけです。今回は単純に0を1つ足して桁を上げてやります。これで DAR の設定は終わりです。はい、というわけで DAR の解説は以上です。結構難しかったぜ。最初はちょっと難しく感じるかもしれませんが、まあ慣れてきますよ。スカイリムはモッド導入含めてゲームですから。こんなゲーム他にないぜ。では正真正銘最後の設定、ネメシスを走らせましょう。まだスカイリム起動できないのか。あともうちょっとですから頑張ってください。最後の気力振り絞るぜ。ではネメシスを起動しましょう。起動するとこんな感じでチェックボックスがいっぱい並んでると思います。 MCO を動作させるにはアタックビスターエクスペリエンス、そしてペイロードインタプリターのチェックを必ず行ってください。チェックしないと動作しません。他のチェックボックスは自分の入れてるモッドに合わせてチェックを入れます。チェックを入れ終わったら下のアップデートエンジンをクリック。その後ローンチネメシスビヘイビアエンジンをクリックします。これでネメシスの設定も完了です。ちなみにネメシスのアップデートがうまくいかないなぁと思った時は、オーバーライトホルダー、ネメシスエンジンの中にあるキャッシュホルダーを開きます。その中にあるキャッシュをすべて削除し、ネメシスを立ち上げて必要な部分にチェック、アップデート、ローンチを行います。ネメシス関連のモッドをたくさん入れるとたまにキャッシュが悪さするので、なんかおかしいなぁと思ったらこの操作を行ってください。というわけでここまでお疲れ様でした。最後にゲームを起動してアニメーションが動作するか確認しましょう。ようやくスカイリムをプレイできるぜ。それでは SKSE 起動です。はい、ということでようやくスカイリムにやってきましたね。久しぶりに見たぜこの雪景色。ではアルトリウスの片手剣を装備してアニメーションを確認しましょう。武器を振るとこんな感じです。おお、かっこいいじゃん。これがノービックソードアニメーションのモーションになります。では続いて別の片手剣を装備してみましょう。こちらのモーションはこんな感じになってます。さっきのモーションと違うな。 DAR の設定でアルトリウスの片手剣のみアニメーションを設定したからですね。なるほど、確かにさっきの設定が反映されてるな。という感じで MCO の導入は成功しました。というわけで今回の動画はこの辺で終わります。MCO の導入は敷居が高く感じるかもしれませんが、やってみると意外とそこまで難しくはないです。このうだるような暑さの夏休み、スカイリムの涼しげな世界で過ごしたいという方はぜひ導入してみてください。スカイリムは常に雪景色だからな。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。